魔王 VS バレリーナ戦隊メロンのボーリング対決。僕たちこの5人で、はい、この魔王を倒しましょうよ。はい、おいおい、ちょ待てお前のためだこの野郎お前。ご対戦なんて卑怯じゃねえかお前。卑怯じゃないじゃないですか。助っ人呼んでやんだよ助っ人。助っ人のココナッツ娘です。カモン。間違いに明るい。かわいい。かわいいじゃないです。わかりました。ココナッツの娘の皆さんはボーリングの腕前はどうなんですかね。好きなんですよ。好き？でも下手。好きでも下手？うん、自信ないです。自信ない。はい、いいか、このココナッツチームが勝ったら、はい、来週からはハワイアン戦隊ココナッツに変わるからな。じゃあこのせっかく作ったメロンの帽子とかも、ヤシの木とかカメハメハ大王みたいになるんですね。そうだろ、筋肉マンのジェシーメイビアみたいになんだ。あら、これは負けられません。頑張りましょう。頑張ります。はい、それではレギュラーをかけてのメロン記念日、そしてココナッツ娘のボーリング対決いきましょう。レギュラーをかけたボーリング対決、まずはココナッツ娘ダニエルの第一投。早い、早い、見える。お、よっしゃ。まあ、大丈夫。スペア出されるとやばいですからね。スペア頼むよダニエル。ダニエル第2投スペアなるか。やばい。見事スペアを取って幸先の良いスタートを切ったココナッツチーム。対するメロンチームはリーダー村田から。頑張れ。おお、いいね。いけ、やるまま。おお、なんだ、おお、なんだそれは。入った。いきなりガーターを出した村田、気を取り直して第2投。ココナッツチームスペアのダニエルの後を投げるのはミカ。よっしゃ。よっしゃさあメロンチーム、ここで巻き返すか。ゴー速球。よっしゃ、スプリント、スプリント。 OK、 大丈夫。 OK、 あの日本の方狙う、日本の方。大谷何食べたんですか今。行くぞ。 OK、 レッツゴー。 OK。さらに大波乱のボーリング対決パート2。